かまぼこは、魚肉練り製品の一つである。原料魚には、タラ類、サメ類、糸よりない、ベラ類その他の白身魚が使用される。原料魚を脱水再肉し、塩や卵白などの副原料を添加して、成形加熱する。製法により、杉などの昇板に、半円筒型に、いわゆる、かまぼこ型に盛り付けた、板かまぼこ、麦わらなどに巻き付けた。 巻きかまぼこ、薄く削ったかまぼこを乾燥させた、削りかまぼこなどがある。一般に、魚肉練り製品は最近、カビなどで腐敗しやすい。古くは材料を竹の棒に筒状に巻いて作った。その形が、カバのほに似ていることから、かまぼこと呼ばれるようになったとされる。この最初期のかまぼこは、現在のような海水魚ではなく、主に淡水魚の生酢を原料としていた。 竹を抜き去ると、現在のちくわの形になる。後に、板の上に成形した、板かまぼこが登場し、区別のために、ちくわかまぼこと呼び分けていたが、元祖の方は、かまぼこが脱落して単に、ちくわとなり、板かまぼこの方は逆に板が外れて、かまぼこになった。平安時代の類寿雑用賞には、藤原忠実が永久3年に、 天挙祝いに宴会を開いた時の串を刺したかまぼこが乗っている。これを確認できる最古の文献上のかまぼこであるとして業界団体がその数字をとって11月15日をかまぼこの日としている。白身の魚は高価であり、かまぼこもご馳走と考えられた。時に贈答品として用いられ、おせち料理にも利用される。豊臣秀頼の大好物であったと伝えられ。 本のうでの織田信長の最後の晩餐にも供された。なお、かまぼこが商品として販売されるようになったのは、江戸時代以降、食品工業的な生産が行われるのは、明治以降とされる。武家の結婚式では、大が縁起物として欠かせなかったが、経済的に用意できない場合は、絵や模造品を持って、これに変えた。そのような模造品の一つが、細工かまぼこであり、次第に、 庶民の結婚式にも縁起物として出されるようになった。揚げかまぼこについては、比較的歴史が新しく、薩摩藩が琉球を支配するようになった17世紀以降に、沖縄のチキヤギ、石餅、ニベ、ハモ、ムツなどである。板付きかまぼこでは、白身魚の白身の部分の実を使用し、赤身や血合い肉は用いない。ばいた魚の実を水にさらし、 身の血液や脂肪を取り除く。この身を石臼などですりつぶし、砂糖、食塩、みりん、卵白を加えて練り合わせる。なお、本来のかまぼこは、白身魚に食塩を加えて練ることで自然に粘り気が、生ずることを利用して製造するのだが、後の成形をしやすくするために、増年安定剤などの食品添加物を加えることも、ある。板付きかまぼこは、練り合わせた身を、 手付け包丁というヘラ状の特殊な包丁を用い、かまぼこ板に半円状に盛り付けていく。機械で盛り付けたり、型抜きで成形されることもある。成形後、蒸す、または焼くことによって熱を通す。加熱方法の違いにより、蒸しかまぼこと、焼き抜きかまぼこに大別されるが、一般に焼きかまぼこと呼ばれるものの多くは、表面に焼き目をつけた蒸しかまぼこである。 板に盛り付けず、そのまま成形加熱したかまぼこは、利点な成形かまぼこと呼ばれる。蒸し焼きの他に茹で揚げ等で加熱して作る製品もある。茹でたものが、はんぺんやつみれに、揚げたものが揚げかまぼこなどとなる。これら練り製品も、講義のかまぼこの一つであり、沖縄などでは単にかまぼこといえば揚げかまぼこを指す、場合が多い。かまぼこの歯ごたえは、足と呼ばれ、 かまぼこの商品価値を左右する。この、足は、魚肉の筋原繊維を構成するミオシンの S、S 結合が関与している。また、歯応えを出すために、多くのかまぼこではデンプンなどの添加も行われる。かまぼこ表面に現れる微小な黒い点は、拒否で、食用に、問題はない。以下の分類は JAS 法に基づく、品質表示基準による。 しかまぼこ類、練、ね、りつぶし魚肉またはこれに種物を加えたものを成形し、蒸しにして、タンパクを凝固させた製品を言う。小抜きかまぼこ類、練、ね、りつぶし魚肉またはこれに種物を加えたものを成形し、賠償して、タンパクを凝固させた製品を言う。特殊包装かまぼこ類、練、ね、りつぶし魚肉、またはこれに種物を加えたものをケーシングに充填し、またはフィルムで包装した後、 加熱して、タンパクを凝固させた製品を言う。風味かまぼこ類、練、ね、りつぶし魚肉を細断して繊維状にしたもの。またはこれを棒状等に成形し、加熱して、タンパクを凝固させたもの。その形状、香味及び食感がかに肉、ホタテ貝柱等に類似したものを言う。日本では板と呼ばれるの上に半円形にすり身を盛り付けて作った。 板かまぼこが一般的であるものの地域によって特色がある。板かまぼこを板と呼ばれるの上に半円形にすり身を盛り付けて作る。細工かまぼこ細工かまぼこ台や水引きなどの形にかまぼこを成形したもので、かまぼこ細工とも言う。結婚式の引き出物など観光葬祭の引き出物として作られている。本格的な製品は体型で実物大程度の大きさがある。 また、小竹梅の形にし、縁起物としても作られている。島根県の大古祖地方を中心に古くから作り、伝えられてきた細工かまぼこは、婚礼の引き出物として有名である。他に、富山県や京都府舞鶴市の細工かまぼこが知られる。中国の影響を受けた飾りなので、長崎県などでは、タイではなく、恋をかたどったとされる。富山の細工かまぼこは多様で、 大きい製品では、体長60センチメートルほどのお頭付きのタイや鶴、亀、富士山や松、宝船、末広、巾着などが描かれた製品もある。巻きかまぼこと山県で一般的な板なしかまぼこ。板状にしたすり身をだし巻き卵のように巻いて作ったもの。断面にナルト巻きのような模様ができるのが特徴。もともと昆布を巻き込んだ。 昆布巻きを作るための製法で、昆布の代わりに焼き締めたかまぼこで巻く赤巻き、青巻き、白巻きなどもある。道県や隣県の石川県では定番の食材で、両県で店舗で供されるうどん、蕎麦等には入っていることが多く、他地域からの旅行者からは、ラーメン同様のナルト巻きと誤解されることがある。対照的に全国で、 一般的な板付けのかまぼこは、富山県ではほとんど作られていないし、地元のスーパーではあまり売られていない。ちなみに、北陸地方では、破弁と呼ばれることもある。笹かまぼこ、笹かまぼこ、竹家の家紋、竹に、鈴芽製法は、笹型の木枠あるいは鉄製枠にすり身を入れて、大予よそを成形し、贈答品などではその後手で細かな成形をする工程を入れて、 竹串に刺して焼いて作られる。明治初期に仙台でヒラメの大量が続いた際、保存するためすり身にして、かまぼこを作りさらに焼いたが、その時に笹の葉の形にしたのが始まりとされる。それ以後仙台の魚屋では自家製の笹かまぼこを売るようになったという。当初は、この葉かまぼこ、手のひらかまぼこ、平かまぼこ、ベロかまぼこなどと呼ばれていたが、 仙台市一番町2935年創業した安倍かまぼこ店において旧仙台藩主建家の家紋竹にすずめの笹にちなんで笹かまぼこと呼ぶようになってから旧仙台藩地域で次第に名称が統一されていった。なお安倍かまぼことの違いを出すため現在も手のひらかまぼこの商品名を用いる企業もある。支店経済都市である 仙台市の仙台駅で土産品としての地位を確立したため、全国的には仙台市の特産品との認識もあるが、名称の由来からも旧仙台藩地域の特産品であり、特定第三種漁港を要する気仙沼市、石巻市、塩釜市をはじめ、宮城県は厚生や金崎など笹かまぼこを主力とする水産物加工会社が軒を連ねており、かまぼこの消費量、 生産量ともに日本一となっている。焼きかまぼこ関西で一般的なかまぼこ。蒸しかまぼこの表面にみりんなどを塗り焼き目をつけたもの。焼いたかまぼことも言う。外見は焼き通しかまぼこに似ているが、実際には蒸しかまぼこである。焼き通しかまぼこ兵庫県神戸市など近畿地方の一部で作られる。ハモなどのすり身を原料とし、生の状態から焼き上げて作る。 焼き抜きかまぼことも、蒸しかまぼことは異なる歯ごたえと、香ばしさ、濃厚な旨味を持つが、ぶどまりが悪く手間がかかるため効果である。白焼きかまぼこ山口県の特産。焼き通しかまぼこと同様の板付きの焼き抜きかまぼこで、あるが、すり身の面をほとんど加熱しないため表面に焼き目は、つかず、焼き上げ後に、常温で冷却するため表面に、 尻面状のシワができることが特徴である。削りかまぼこ愛媛県や幡浜市周辺など南予地方で食べられている。第二次世界大戦前に日持ちの悪かったかまぼこを乾燥させ日持ちさせて作った保存食を削り食したことに由来する。スマきかまぼこ中国、四国地方に多く見られる。文字通り、すり身を麦わらでス巻き状に巻きつけて蒸して作ったかまぼこ。 つとマきとも呼ばれる。板わさかまぼこは、加熱済み食品であるため、そのまま食べることができる。素材の味を楽しむには最も良い方法である。蕎麦屋などでは、板わさと呼び、おろしわさびを添えて提供される。また、焼いたり炙ったり炒めたり、煮物の具材に用いたり、素揚げや天ぷら、フライなど、様々な調理を行うことも可能である。薄く切って、 うどんや、そばや、雑煮や茶碗蒸しなど汁の実とすることも一般的である。福井県鶴ヶ市周辺の食堂には、かまぼこをメインのおかずとした、かまぼこ定食というメニューがある。かまぼこは、魚が豊富に得られる、日本各地の漁港近隣で生産される。かまぼこの原料として使用される魚の種類は、当地で多く収穫される魚であることが多く、 地域色が出ている場合もある。ありがとうございます。